一言で言うと音楽性の違いでつい始末しちゃったわけだ。まあそんな気にするなよニニム。過ぎたことを嘆くよりも状況がコロコロ変わるわね。前を向いてこれからどうするかを考えるのが肝要だ。で今後どうするの？まったくだ、なんでこんなことになったんだろうな。って、足を蹴るな。ちなみに残党軍と組むって決めたのはオルドラッセを殺す前、あともちろん前だと思う。いくらなんでも殺した後にどうしようかなんて考えるほど。じゃあ殺す前提でその後を考えたわけじゃないのね。こっちを見なさい。俺は向こう見ずじゃないさ。殺す前提だったなら殺した後に考えるのと変わらないでしょう。殿下、